はい、こんにちは。西荻フレンドリースクール事務局の松浦です。西荻フレンドリースクール公式ブログ幼児教育支援 .com 動画版、本日のテーマ、私立小学校の先生だけが求めている話が聞ける子どもです。それでは本日も西荻フレンドリースクール室長の今野由美先生、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、いろんな学校の説明会に行っても、ホームページを見ても、学校のそのパンフレットを見ても、どの学校も書いてありますね、話が聞ける子どもを求めています。本当にそうなんですよね。で、話が聞けるっていうことは、多分小学校の先生が言いたいことは、入学までにともかく学力っていうのは後からついても、話が聞けなければ授業が進んでいかないと、でもしこの人にどうかして、もうちょっとね、こういうことをアドバイスしたいと思って、こう話を聞こうと思って、こう話をねしても、話が聞けないから堂々巡りになるとか、やっぱりいろんな、これからの社会に生きていく上で話が聞けるっていうことは本当に大事だ。物事をね、理解したり学力とかも増強しようと思ってるのでね、やっぱりそういうことは学校の先生たちはよく分かってるから、それを求めようとしてるんだけれども、残念ながら最近すごく思うんですけど、はい、お母さんたちが話が聞けなくなってるような気がするんです、うん、そもそもというところですね。そもそもそうなんです。だから話が、お母さんたちが話が聞けないから、結局子供が何を言っても、もう途中で、あ、そうでしょ、あ、こうでしょ、あ、でしょ、こうでしょってなっちゃうから、まあ、当然子供も喋らなくなるし、またはあといっぱい、もうあれやこれや怒りすぎると、子供って黙ってじっとしてその話を聞かないようにすると、まあ、通り過ぎていってしまいますよね。そうすると、その親が怒っただけじゃなくて、どんな人の話もだんだん聞かなくなるということで、本当にどの学校の先生たちも話が聞けることっていうふうなことを言っていますよね。だから話を聞くためには、親がまず人の話を聞くと。で、最近、まあ私も思うんですけれども、例えば問題説明をしてたりしてても、こう一つのところの問題説明をしてるのにもかかわらず、もう次の問題を、子どもがどうやってできてるかなって、こうめくっちゃう親も結構いるんですよ、うんうん、ということは、今この場所でこういうことを言っているんだよって言ってるのに、明らかに聞いてないと。ちょっと聞き流してるかもしれないなというところなんですね。そう、聞き流す、捨てるっていうことは、やっぱり面白いことに子どもも話が聞けないんですよね。だけど大元の私立の小学校の先生たちは、本当に心底話が聞けることを求めてるっていうことを、本当今一つ考えていただきたいなっていう。だからペーパーをガン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 やることじゃなくて、親も子も人の話が聞けるようにならないと、子供も聞けないんじゃないかと私は思いますけど、うん、なるほど。どう思いますか？そうですね、まあ、やっぱりその今社会的にもいろいろとその話が聞けなくて困るようなことっていっぱいあるじゃないですか、うん、例えば大学だと、その1年生がね、新年度入った時に、履修登録がうまくできないって。それはなぜかというと、最初のガイダンスで話を聞いてないから、それができなくてね、うまくできない、はい、履修登録ができなくて学生が困るとかね、そういうこともあるって話聞いたことあるんですけど、やっぱりその自分が困るっていうことに結局つながっていくじゃないですか、うん、だからやっぱりもう大人になってまでね、そういうふうに話聞けないために困ってしまう時代があるので、そうなんです。やっぱり社会的な問題でもあるなと。それって、うん、勉強だけじゃないんですよね、うんうんうん、でこの間ちょっとうちの次男の先生とお話し、ピアノの先生とお話ししたんですけれども、はい、その先生はすごい偉い先生なんですけれども、その先生がおっしゃってるのも、やっぱりピアノでも、うんうん、ここがねちょっと違う、こういう風にしてみたらどうかとか、ああしてみたらどうかって言っても、子供が話が聞けないから、うんうん、この先生何言ってるかっていうのが全然わからない、うんうん、だからいつまで経ってもそこの部分が上達しないっていうことを言ってらしたんですけれども、だから話が聞けないっていうのは、もうその勉強だけじゃなくて、ピアノだろうが、何だろうが、劇団で子役だろうが、もうやっぱり話を聞けるっていうことが全ての底辺、基礎だと思うんですね。その力を
やっぱり幼児の時にしっかりつけるっていう、それはペーパーだから、あの小学校受験で体操にしても工作にしても上手にできるかどうかなんか問われてないんですよね。言われた通りにできるかどうかで、それは強いて言えば学校側が言う話が聞ける子どもが欲しいという、うん、そのためのテストだと思っていただきたいなと思って、ね、ペーパーができるためだけのテストではないという、だから私はそれはすごくよく分かってるので、うん、あのうちのペーパー問題にしても、あの体操にしても何にしても、でも話が聞けなければ絶対できないようなカリキュラムになってるので、うん、そうですね、そうなんです、うん、だから困ってる子供がいますね。そうです、うん、聞けてなくてね、うん、それを私たちは本当に重視してるのでね、うん、そういうところがこう小学校受験に見合ってるんだなって最近いろんな説明会に行って確信してますね。もう皆さんそう学校の先生たちおっしゃってるから、まずはそれを身につけるべきじゃないかと私は思います。だからそのなんかスマホ見ながら何かしたりとか、そのながらスマホとかねが多いじゃないですか、はい、でもやっぱりその相手が話してる時にはそこにまずフォーカスをするっていう癖をまずつけていくことが大事であると。そうですね、うん、だから人が何を考えてるかどうしてるかっていうのはやっぱりこう認めていかなくちゃいけないっていう、うん、そのためには人の話が聞けないと相手を認めることもできないっていう、うん、本当に私は動物はね、動物にはできないことですよね、うん、話ができないから、うん、せっかく人間は話ができるんだから、やっぱりもっともっとね人の話も聞くっていう、自分だけの主張じゃなくて、うん、そういう姿勢をぜひねつけていただきたいなっていう、はい、ご家庭でまずその例えば今の話を聞いてね実践しようという時には、まず親御さん方のことでしたけど、まずはその子供が言ってることを親がちゃんと聞いてあげるとか、そういうのも大事なんですかね。そうしたら子供もだから親も人の話が聞けないから、うん、子供も聞けなくなるんですよね。だからまず親御さんが本当に人の話が聞けてるかどうか、うん、聞く体制であるかどうかっていう、もういまいち親が自分で自分に問ってみた方がいいかなと思います、うん、なるほど、はい、ありがとうございました、はい、じゃあまた何かの機会で今度はその子供がねちゃんとその話聞けてるかなというのをチェックする方法とかもあると思うんですけど、はい、そういった話も聞ければありがたいなと思います。そうですね、はいはい、また次回にお寄せしたいと思います、はい、では本日は以上となります。ありがとうございました。ありがとうございました、はい、じゃあ最後に、セミナーのお知らせ1個したいと思います、フレンドリースクールでは2019年6月の22日に、模擬試験付きの、セミナーを開催いたします。ですね、1時から、3時30分ですね。で、これは普段のセミナーをその受講している間に並行して子どもはその間に模試ができますよという感じになってますね。そうですね、はい、そのうちの模試っていうのはそれこそ話がね、そう、それこそ話が聞けないと絶対できないような問題が多いので、うん、意外とこう子どもの落とし穴みたいなものを発見できる唯一なものだと思います。そうですね、まああと試験までであと1回か2回ぐらいしかもうちょっとできないので、うん、ぜひねこの機会に参加していただければまだまだ夏で取り返せるかなとは思います。そうですね。で、セミナーの方でも例えば小学校受験の、その、まあ、選び方とか準備の仕方であったりとか、それともさらにそのいろんな幼児教室についてもお話しますよね。で、やっぱり受験で夏までの間にね準備していくうちで軌道修正をするチャンスってこの6月7月がギリギリのところだと思うんですよ。ギリギリですね。はい。なんかここでまずまあ今やってるところが正しいかどうかも含めて判断をする大事な機会かなと。そうですね、うん、あとやっぱり学校選びっていうものをどうやって学校を選んでいくかとか、うんうん、まあそういうこともねお話しできればしたいなと思ってます。はい、でありがたいことにこの数日間ねメルマガの登録も何人かしていただいておりまして、メルマガ会員の皆さんには少しお得な料金でご案内しておりますので、よろしければまだ間に合いますので、メールマガジンの方もご登録いただければと思います。そうですね、もうあまり何回ももう開かないのでそうですね、ぜひねこの機会に受けていただければと思います。はい、ありがとうございますね。受験時期に入るともう本当にできない、もう無理ですね、多分これが最初で最後の夏は忙しいので、はい、
ということで西荻フレンドリースクールではメールマガジンの登録をお待ちしております、セミナーの先行情報や、独自動画の配信など予定しております。もちろん無料ですのでぜひご登録いただければと思います。子育て幼児教育相談会平日と土曜日に実施をしております、由美先生とマンツーマンで、お話をすることができます。小学校受験に関するお悩み、子育てに関する疑問、何でもお寄せください、遠方の方はもちろんスカイプなどを使った相談もできますので、ご興味ある方はご連絡ください。また教室では体験授業を受け付けております。これは実際にフレンドリーの授業を受けることができるというものです。1歳6ヶ月から年長さんまでお待ちしております。教室へのお問い合わせ 03-3390-0750 番です。メールアドレスが info@friendly-school.com です。教室では引き続き小学校受験のこと、子育てのことをお話ししてまいります。よろしければぜひチャンネル登録もお願いいたします。それでは本日も最後までありがとうございました。失礼いたします。